皆さんこんにちは、みーちゃんです。今回は政治ニュースでも時折耳にする検察審査会という制度について解説します。実はこれ、検察に民意を反映させるという非常に重要な仕組みなんです。制度をゼロから解説します。まず裁判は大きく分けると民事裁判と刑事裁判があります。民事裁判は人と人、会社と人などの争いを解決するための裁判です。当事者が裁判を起こし原告となります。一方で刑事裁判は殺人などの犯罪の犯人と疑われている人について有罪無罪や刑罰の重さを決めるために裁判が行われます。今回のポイントとなる刑事裁判の特徴は、刑事裁判を起こす、起訴することができるのは検察官のみであることです。たとえ犯罪の被害者であったとしても自分で起訴することはできず、起訴されることがなければその事案が裁判所で裁かれることもありません。では刑事裁判を起こすことができる権利は検察官に独占されていて、不起訴の場合はなすすべがないのでしょうか。そこに待ったをかけるのが検察審査会の制度です。一言で言うと、検察審査会は検察の判断を国民が再検討できる仕組みです。起訴の判断を検察だけでなく民意も取り入れて検討しようという仕組みなのです。似た制度に裁判員制度があります。裁判員制度は刑事裁判の判決そのものに民意を取り入れるのに対して、検察審査会は裁判の手前となる検察の判断に対して民意を取り入れる仕組みです。さて検察審査会の具体的な中身を見ていきます。検察審査会のメンバーは国民からランダムに選出された11名から構成されます。不起訴の事案で被害者や被害者の親族など関係者の申し入れにより審査がされるほか、検察審査会そのものが自主的に話題となっている事案について審査することもあります。そして書面の取り寄せ、関係者に話を聞く、実地での調査などによって検察審査会が不起訴の事案について判断を下します。できる議決は不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の3つです。不起訴相当とは不起訴とした検察の判断に同調する議決です。不起訴不当は不起訴とした検察の判断は不十分であるという議決です。起訴相当はより一層強く検察がこの事案を起訴すべきであるという議決です。不起訴相当、不起訴不当の判断が過半数の賛成で決まるのに対し、起訴相当は11人中8人の賛成が必要なよりハードルの高い決定です。そして不起訴不当もしくは起訴相当の場合は検察が再度事案を調査する必要があります。その調査の結果、検察自身の判断として再度起訴、不起訴を選択することになります。この段階で検察が起訴と判断すれば刑事裁判が実施されます。では再調査を踏まえても検察が不起訴とした場合はどうなるでしょうか。1回目の審査で不起訴不当となった事案が再度不起訴の場合は何も起きません。しかし1回目の審査で起訴相当とされていた事案が再度不起訴となった場合、検察審査会による再審査が実施されます。2回目の審査では起訴すべきだと起訴に至らずの2種類の議決があり、起訴すべきだと判断するにはこれもまた11人中8人の賛成が必要になります。1回目の議決との違いは強制力です。2回目の議決で起訴すべきだという議決が出ると専任の弁護士が事案を強制的に起訴することとなります。厳格な条件は課されているものの、検察の判断で不起訴になった事案を名義で強制的に起訴できる手段を残しているのです。では実際に検察審査会による審査はどの程度行われているのでしょうか。裁判所が公開している資料によると、2020年は合計1742件の審査が終了しました。そのうち不起訴相当が1400件、不起訴不当が104件、起訴相当が11件、割合にすると不起訴不当が約 4.9%、 起訴相当は約 0.5% となり、それらの議決の割合は低いことがわかります。政治に関連する事件でも検察審査会が審査を行うことがあり、最近は安倍前首相について公職選挙法違反と政治資金規正法違反の一部に関する不起訴を不起訴不当とする検察審査会の議決がありました。
社会的に大きな話題となる事件でも登場する検察審査会制度。皆さんは役割や内容、どう思いましたでしょうか？ご意見、ご感想は、ぜひコメント欄にお寄せください。今日の動画はここまでです。動画が気に入った方は、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。みーちゃんでした。